今日も外から帰ってきました。今日はですね、先ほど美容室に行ってきました。今日は前髪だけ切ってもらったんですけど、こんな感じなんですけど、ちょっと微妙にガタついてます。まあ、この短めなのは私がお願いして短めにしてもらったんですけど、とこのガタつきは言えばよかったですね。まあでも伸びてくるのであんまり気にしてません。今日の前髪カットの料金は5ポンドでした。だいたい前髪カットだと10ポンドぐらいが相場なんですけど、5ポンドのお店があったので試しにそちらのお店に行ってきました。で、午前中に今日は手紙が届きました。こちらの手紙を開けてみたいと思います。中身は運転免許証でした。待ちに待った運転免許証です。こんな感じでございます。表面にはですね、私の名前と国籍と、あとは自動車免許は10年間使えるみたいですね。10年後の日付が書いてあります。で、あと住所ですね。これがやっと銀行の住所証明として使えるはずです。で、裏面にこういった形で車の種類が書いてあるんですけど、表面に私が使える車の種類が記載されてますね。まあでも住所証明を取りたくて免許証を取得したので、おそらく車を運転することはないと思うんですが、まあ、ちょっと車の種類までは今すぐには理解できないんですけど、一応表面に私が使える車の種類が書いてあります。イギリスの自動車免許を取得するまでの道のりっていうのは、また改めてビデオにまとめてお伝えしたいと思います。で、あと今日はリドルというスーパーに行ってきたので、そちらで買ってきた商品をご紹介したいと思います。まずはですね、こちらいつも通りセミスキムドミルクを買ってきました。こちら2パイントで 1.136 リットル入ってます。一人で1リットル飲むっていうのは日本にいる時は絶対なかったんですけど、イギリスに来てからは1リットルを毎週買ってます。結構お湯半分、牛乳半分でミルクティーを作ったりしてるので、割と消費してるかなという感じです。こちらは豚肉です。今日はですね、ベーコンを買おうと思ってたんですけど、これが目に入ったので今日はこっちを買ってきました。ベーコンを角切りにして焼いて食べたいなって思ってたんですけど、これ見た時にサムギョプサル食べたいなって思ったので今日はこっちを買ってみました。とはカット野菜です。じゃあ先に冷蔵庫に入れてきます。次にこちらクロワッサンです。8個入りになります。賞味期限が長くて3週間ぐらい持つんですね。で、味もすごく美味しくて好きでこちらを買ってます。でもバターがこってり入ってるので、まあバランスを考えながら食べないといけないですけど、食パンを
前買ったんですけど、あの1斤分ぐらい入ってるんですね。でイギリスの食パンのいいところは割と日本よりも小さめのサイズで、スライスされてる幅が狭くって薄切りなんですね。なので1回に2枚食べてちょうどいいかなっていうぐらいの薄さなんですけど、ただ賞味期限がすごく短くて5日ぐらいは大丈夫なんですけど、もう7日ぐらい経つとカビが生え出すんですね。で一人暮らしだと食パンだけ毎食食べれば1週間で食べきれるんですけど、やっぱり主食を食パンだけっていうのはちょっと辛いので、クロワッサンとかお米とか他の主食を食べてると食パンが食べきれなくなってしまうんですね。そうするとカビが生えてしまうので、私は賞味期限が長いクロワッサンを買ってます。でこちらはパプリカです。ピーマンも入ってます。これは3つ入りになります。これは今日初めて買うんですけど、チーズとかお肉とかを挟んで食べるようなサンドイッチを買いました。こちらはトマト&マスカルポーネのパスタソースになります。前の家の住人の方がパスタを置いてってくれたんですけど、ソースがなかったので今日は試しにこちらのソースを買ってみました。もうパスタを茹でてこちらのソースを温めて絡めて使うっていう感じらしいんですけど、まあ、作ってみたいと思います。こちらバーベキューソースを買いました。こちらはお肉にかけて食べたいと思います。こちらアボカドです。日本よりもサイズが少し小さいんですけど、まあ、よく見かけるサイズがこのサイズになります。で3つ入りです。買った時の状態は結構固めなので3日ぐらい置くとちょうど良くなるかなという感じです。こちらお菓子を買いました。これ今日初めて買うのでどんな味か食べてみたいと思います。でこちら以前にもご紹介したんですけども、あのアルフォートみたいなお菓子になります。すごく美味しいので、もしイギリスにいらしたらこちら買ってみてください。あとチョコレートです。こちら普通の板チョコなんですけど、多分プライベートブランドだと思うんですけど30ペンスです。すごく安いです。でこちらは、フェイシャルワイプスになります。フェイシャルワイプスはですね、化粧を落とすためのコットンになります。日本でいうとこのビオレの拭くだけコットンみたいな感じです。私はあのオイルタイプのアイメイク落としが目が弱いので使えないので、こういうフェイシャルワイプスを使って日々の化粧を落としてます。であのブーツっていうお店にもこのフェイシャルワイプスが売ってるんですけど、リドルというスーパーで買った方が安かったので今回はリドルで買いました。こちらは普通の2リットルのお水です。日本からジャスミンティーのパックを持ってきたんですけど、それを水出しで作るためにこちらのお水を買いました。そのジャスミンティーは仕事に持ってくように作ってます。でこちらはまたプライベートブランドのダイエットレモネードです。こちらは初めて買ってみました。炭酸入りです。では本日の購入品紹介は以上になります。2月はですね、結構短期のお仕事が入って働き詰めで少し疲れが溜まっていたんですけど、今日は仕事が休みの日でリフレッシュすることができました。
イギリスの自動車免許が家に届いたということで、いよいよ銀行開設ができる時がやってきました。でこのあとイギリスの銀行口座の開設に再チャレンジしようと思います。では今日はここら辺で終了したいと思います。